はい、こんばんは、おしょんこでーす。いやーね、ちょっとね、YouTube の方でもコメントいただいたんですけど、もう私もね、それはね、昨日試したんだけど、防御外した時に、ターン A が、クリティカル食らって、ほぼフルで HP あったのに、一撃で死んだんですよ。それで、やらなかったんだけど、これね、ほんと運だけど、本当に運。あのね、防御してる時に、攻撃行きまくったら、結構いけるわ。で、やっぱ自動回復って大きいじゃないですか。あれね、ブーかけて、まあ、ブーかけて2体は攻撃さ、やって、で、1体は壁で、で、その壁がさ、回復して、ね、防御してっていうのだと、ほんと、えぐれない。うん、ただ、防御外して、ブーかけた時に攻撃来ると一発で死ぬ時ある、後半は。そこの運だよね。そん時は、ね、炎属性に攻撃行ってもらって、ね、ほんで、防御してる時に、ターン A の方とか、まあ、ターン A じゃなくてもいいよね。ただ、多分ね、苦手属性はやばいと思う。だから、中属性って結構、中属性って自動回復ね。あ、あるわ。デスティニー自動回復でしたよね、スキル。だからね、デスティニーって結構みんな持ってると思うんですよ。だけど、今回はさ、苦手属性だから、多分、あれで防御しても、速攻ね、潰されると思うんですよ。自動回復じゃ追いつかない。で、同属性。本当はね、炎属性で自動回復の機体使えばいいけど、炎属性で自動回復の機体って、あるのか、ちょっとわかんないですけど、僕は持ってませんから、ね、アラブの石油王はね、何でもできる。てか、アラブの石油王なんかそんなことしなくても、成功法で倒せると思うし、うん、そうじゃねえんだよ、ゲームって。いかにお金をさ、あんま使わずに、頭とか腕を使って、クリアするのが醍醐味じゃない？ねえ、な、凡人じゃん、お金、札束さ、積んで。ねえ、まあ、してやなんかチートやってさ、プログラム改ざんしてさ、そんなんじゃねえんだよ、求めてるのは、本当に。ねえ、ねえ、ロマンがあるんだよ、ゲームにも。で、とりあえず、そんな形で、まあ、やっぱね、マンサー、クイーンマンサーのダウンのスキルはえぐい。それとやっぱりまあ、バンシーも結構みんな持ってるっしょ、炎属性で。バンシーの火力ダウンと防御で、やっぱブーかける。ブーかけて2体で攻撃、アタッカー2の壁1、ブー壁1。まあ、ちょっとあれ、局地戦とかね、制圧にも似た戦略なんですけど、それでね、俺この赤はね、一番クソ弱い赤だけど、いけましたわ。はい。で、あとはどうだろう。ちょっと証拠見せますね。証拠を見せていかないとみんな納得しないっしょ？証拠をどんどん見せていきますね。やっぱ証拠ないとさ、ね、机上の空論だから、とりあえずこれも、はい、クリアしてます。はい。終わってます。で、ちょっとね、別の PC とかのやつとかちょっと出せないけど、それはもう2体クリアしてます。で、あとは、ちょっと待ってよ。あと、クリアしてないのは、2体か。あ、そうだね。はい、これもクリアしております。はい。で、あとは、チジさん、あとなんだろう、クリアしたの。覚えがねえな。
よし。覚えがない、覚えがない。はい、これかな。これもクリアしております。まあだから、あと自分の持ってる家族の赤とかで言うと、あ、もうあと1体か。あと 1体クリアしたらオールクリアですね。まあこんな感じでね。でもね、もうね、軸となるのはやっぱ 17LE。やっぱこいつのスキルは 15LE のスキルと、まあ、被ってるのもありますよ。でもやっぱデバフのスキルがやっぱ全然ちゃうし、あと自動回復のね、やっぱ得意属性か同属性は絶対一体持ってた方がいい。そうするとおんぶに抱っこ戦法もできるし、自分の手持ちでいいのがない。どんどんインフレするゲームじゃないですか。だから自分の手持ちがないっていう時に、あの自動回復のスキルを持った機体が各属性1体はあると、それを壁ブーにして、ね。で、うまくあのメンバーさんの機体とかを使わさせてもらって、ね。連携で、ね、強敵ボスは倒せることは可能ですけど、まず言いますよ。0円課金無理っしょ。絶対無理。だから、たまたま、そのね、クエとかのチケットで引いて、素材を拾ったとしても、テクピーで下埋めないとまず無理だから、あとスキル埋めないと、スキル、自動、拾ったらもうスキル使えるわけじゃないからね。スキルもテクピー埋めて、ね。で、まあ、あとは、上の3つは埋めた方がいいよね。火力と軌道と HP。まあ、軌道はちょっと外してもいいか。HP と火力の、ね、一番、簡単なやつ。あれは埋めた方がいい。で、やっぱ下のところで、もう今回見てもわかるけど、もう命中は絶対いる。このゲーム。命中と火力プラスと HP プラスと、まあ、あとは、やっぱ SP プラス30は、やっぱ制圧はもう必須じゃん。でも、この NP 戦でもなるべくもう SP プラス30は埋めた方がいいっす。あと一発足りなかったっていうのむっちゃ悔しいよ。俺もそれ昨日の深夜、今日か。あ、いやもう昨日か。むちゃくちゃ経験したから。ほんとあれだけはマジ悔しいからね。まあそんな感じで皆さんも、楽しんでください。まあとりあえずね、チームメンバーの 17LE のね、防御ダウンと火力ダウンのスキルと、あと自動回復。誰かね、皆さんのチームの中でも誰かね、ターン A 持ってる人は、あれ出して、ブーパイにして置いといてあげてください。それでかなり成功率上がると思います。では。あ、あとこの情報をいただいたね、リスナーさんもありがとうございました。ほんとね、正直、このゲーム、札束なければ何でもできるんですよ。あとチートツールも使えば。だって運営何も、対策っていうかね、バンしないわけですから。そんなんじゃねえんだって。わかる？そんなんでさ、なんか勝利を得ても何にも楽しくないじゃん。ゲームってわかる？ねえ、本当に。自分のさ、やっぱ操作とか腕でクリアするのが楽しいわけじゃん。そういうのがわからんやつが、ねえ、このゲームは多すぎるんだよね。だから このゲームの上位陣って他のゲーム行ったら多分フルボッコされるようなやつらだよ。